26年前、はい、というとですね、セリさんがいくつか言いませんけど、少なくとも僕はね、はい、まだ30代に引っかかってた。そうです、39歳です。先生の30代すごく不思議な感じ。 あったんですかって言われても困るんだけど、でも私があのこの歌をいただいた時は18歳、うん、でアルバムの中の一曲として先生には書いていただきましたね。まあそんなことがあって、うん、随分いろんな歌やってきたわけですけど、はい、もう一番新しい、僕が書いた新しい歌としてあの転がる石っていうのが、はい、これはあの僕の半自伝、全部がね正しい自伝ではないんだけど、半自伝的小説のタイトルと同じで、ですから半分ぐらいは僕の少年の日の、うん、あの巣立ち、旅立ちというか巣立ちですね、巣立ちの気分みたいな、そういう少年の気持ちみたいなものを歌ってもらえたんで、僕はすごい嬉しかったんですよ。念のために歌ってくれるといいなと思ってね、頼まれたし、プラス1であれくっつけてたんです。そしたらそれをやるっていうんで本当に嬉しかった。そうですね、うん、去年が30周年でこの詩をいただいた時に、私の中であのもちろんそういう先生の自伝的な詩ではあったんですけど、何かこうさゆり30年経って落ち着くんじゃなくて、うんうん、この歌のように思いっきりもっともっといくつになっても挑戦してみる、転がってみることっていいことだぞっていう、うん、そういうメッセージをね歌でいただいたような気がして。見ると考えた。
ます。